皆さんこんにちは、プロレスアカデミアの吉村です。飯沼です。はい、今回なんですけども、はい、ゴールデンウィークが終わったけど夏休みまで何したらいいの、うん、前多分ゴールデンウィークにこういうことしましょうみたいな話をして ありましたね、はいはい、結構皆さん見ていただいたんですけど、うん、じゃあ終わったら何すんのと、うん、はい、部活動忙しかったりとか定期テストあったりとか模試があったりするけどどうしたらいいのかっていうのを3ステップみたいな形で、はいはい、お話ししていきたいと思いますので、はい、特に高3生の人受験生の人は最後まで見てください。じゃあまず最初に何をするのかっていう一つ目なんですけども、はい、勉強に使える時間っていうのを計算する。お、時間を計算する、はい、学校っていいとこって時間割り決まってるのがいいやん。そうですね、決まってますね、うん、そうで塾の曜日も決まってたりとか部活のオフとかも予定表とか出たりすると思うので、うん、1日あたりとか1週間あたりとか1ヶ月あたりの勉強に費やせる時間っていうのを計算する、うん、あ、費やせる時間、はい、そう、僕全くやってないですねやってなさそう。やってないです。やってなさそうですね。はい、うん、それやらないと、はい、大体人間のイメージと実際ってずれてるんで。確かに。はい、まあ、なんか1ヶ月ぐらいやったら勉強できるでしょと思うが、うんうんうん、今日部活で忙しかったなとか、ありますね、あれ今日ちょっと中間テストの課題やってたなとか、うん、3、40分しかない、もう今日いいかみたいなのの積み重ねで、夏まで行っちゃう人が、はい、残念ながら落ちちゃうってことになるので、うん、時間割がこれぐらい、最大限取るぞっていう意思のもとに計算してほしいんで。うん、ああ、なるほど。その意思がまず大事。そうそう、まず大事、うん、だからここのステップ1で勉強時間全部出して、はい、でこれはもう全部勉強に費やすんだと、うんうんうん、あ、それがまず最初大事で、そうそうそう、覚悟を持った上でやる、うん、はい、本当にシビアな人って通学中の電車で何分とか、なるほど、はいはい、そう、まあそういうぐらいのレベルになってくると思うんですよ、この時期って、うん、はい、で家から帰ってきて何分とかっていうので、うん、大体その1日に何時間、うん、どこで何分みたいなのも全部やると、うん、意外と1週間で20時間もできないんだみたいな人も出てくるんで、はいはいはい、ってなった時に初めて、うん、あ、やばいなって、まあそうですね、見えるとやっぱりやばいなっていう感じですね。でその予測つかないよって人は、はい、まあ、この1週間の、うん、振り返ってほしいんですよね、はいはいはい、この 2,3 日でもいいですから、平日って大体何時間ぐらい勉強する時間があったかな、うんうんうん、勉強したかなじゃなくて、うん、こんだけ使えるんだっていうのが分かるので、まあ、これがまず第一ステップっていうところになります。はい、これは大事ですね、はいはい、で使える時間が分かりました、うん、多分あんまりないんです思ってたよりは、はいはいはい、じゃあステップ2ですね、定期テスト対策と受験勉強の比率っていうのも決め切ってしまう。お、比率を決め切るんですね、はい、決め切ってしまう、うん、まあ、不安やから定期テスト対策をまずやっちゃう。入試勉強やんないとあかんけど、まあ冬の話やし、はい、今目の前に定期テスト来てるし、うん、まあ、なんか範囲も言われてるし、はいはい、そっちの方がやりやすいやんか、うん、でやっちゃおうと、うん、っていうのも悪手ですし、あ、これ悪手なんですね、はい、悪手ですし、うん、入試勉強に時間取りすぎて定期テストがずさんになるっていうのも悪手ですし、はい、あ、そっちもダメなんですね。そっちは点数とか順位が下がって不安になっちゃったりとかするし、あ、そっか、それはそれで下がっちゃいますもんね。そうやし、うん、よほどのその中高一貫で、進学校っていうところじゃない限りは高3の今頃でもまだ履修残ってますから、うん、確かそうですね。だからちゃんと受験に出るところのテスト勉強をせずに、はい、1、2年生の復習で入試勉強みたいなのやっちゃうと、結局夏休みとか秋にそこをもう一回勉強し直さないといけないんで、うん、確かにそうですね。それも点数とか順位下がるし入試にも直結しないし、はい、うん、こういった現象をなくさないといけないんですよ。ただまあ正解はなくて、はい、皆さんの状況を鑑みて自分で決め切ります。もうルールを作る。あ、決め切っちゃうのが大事なんですね、うん、1回や2回の軌道修正はいいですけど、うん、その右往左往しちゃう人がいるんで、ああ、なるほど。そのあっちこっち行っちゃうと間に合わないんで、うん、はい、だから私立の人だったら、うん、受験に使う3科目、はい、まあ、文系だったら英語、うん、国語、社会で、英語だったら学校の英語の定期テストって初見の文章が出ないから、うん、あ、じゃあ英語はまあいいやと。でも社会は覚えないといけないから社会はやろうとか、うん、っていうのである程度あの国公立か私立か文系か理系かで時間配分も決まると思います、うん、何対何みたいな。ああ、じゃあもうルールを敷いてそれに従う。あ、そうそうそう、定期テスト3、うん、入試勉強7、あ、なるほど、はい、微妙やったら期末テストの時に修正したらいいので、うん、まず決め切るというのがまあ2つ目ですね。じゃあラスト3ステップです。これは入試対策をする強化を絞る、はい、お、絞る、はい、絞る、まあ、1個目2個目にも付随しますけど時間がないです、うんうんうん、5月何してましたか。5月はでも本当に行事だったりとか、うん、部活は忙しくてなんかもうてんやわんやだったんで、うん、まあ、テスト対策とかもういっぱいやりましたね、やることは。そう、なんか忙しいからとか言う人多いやんか、うんうん、ああ多いですね。僕も言ってました言ってそうやもん、言ってそう、はい、うん、言ってそうな人こそもう絞らないとダメなんですよ、うん、あ、確かに、はい、忙しいと目の前に来たものをすぐさばいちゃうってなるんですけど、はいはいはい、大事じゃなかったら置いとかないといけないし、うんうんうん、でステップ1で時間計算したんだったらそんなに時間ないっていうの分かるはずなんで、はい、確かに最初で計算してますもんね。そう、計算して、うん、あんまり時間ないな、うん、で2つ目で入試対策と定期テスト対策の比率決めたな、はい、じゃあ入試対策の中で、うん、絶対
5教科とか3教科全部やるって無理なんよ、はいはい、無理なんでもう絞ります。国語苦手やから国語やるとか、あ、この時期にやっとくって人もいるんですけど、うんうんうん、果たして一番今やるべきなの国語なのか、はいはいはい、数学苦手じゃないの、数学とか英語で点取れてますやったらいいけど、特にまあ4月末のマーク模試受けた人も多いと思いますから、自己採用とかを確認した上で、これ全然やばいなって教科にちゃんと注ぐようにしてください、はい、でその目安として配点の高さが一つですね、うん、で2つ目苦手度合い、この2つの掛け算が一番高いものを優先的にやる、うん、あ、なるほど、はいはい、配点はまあさすがに皆さん調べてると思うんですけど、うんうんうん、苦手度合いっていうところはやっと模試のね、うん、自己採用があると思うので、はい、うん、これだけちょっと4割とか、あ、なるほど、まあ、それがまだ社会に習いきってないとかっていいですけど、うん、英語とかで目標点から下がってると結構ピンチなんで、はいはいはい、英語とか国語って上がるの時間かかりますから、うんうんうん、はい、そういったのも加味した上で、はい、絞ります。2等もない1等も得ずなので、この時期5等も6等も大として1等も得ずっていう、そう、1等も得ず、うん、あのもう全部終わった夏の時に1等も残ってない、はいはい、大変だったのにね、そう、大時はそう、大時大変だったの、全員、うん、全員ピャーンっていっちゃうんで、はいはいはい、はい、特に期限の決まった部活の引退とか、はい、そういうその体育祭やったら学校行事みたいなもの、うん、で明確にそのクライマックスに向かうから時間取っちゃいがちなんですけど、まあ そうですよね、そんな中で先の入試に対して一番効果的なことをやるっていうのがこの時期のベストなんで、はい、何をピックアップしたら一番合格につながるのかっていうのを選択してそれをやりきる時期、はいはいはい、なので、まあ、今日紹介した3つっていうのは、まあ、そこを一貫したお話になってますので、はい、ぜひ実践してもらえたらなと思います、はい、また概要欄に URL 載っておりますパラレスアカデミアの公式 LINE では無料の受験相談および資料請求を受け付けております、弊社の指導に興味がある方はぜひ覗いてみてください。また私の公式 LINE の URL も貼っております。こちらは月に1回ですね、はい、LINE 登録者さん限定で YouTube ライブやってますので、興味ある方はそちらの友達追加もよろしくお願いします、はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。